どうもクロスロードラボです、はい。ちょっと前の話なんですけど、ジムビームのね倉庫が燃えたっていう話がねニュースがあったんですけど、なかなかねちょっと時間なくて紹介できなかったんですけど、7月の2日に、燃えて3日までね燃え続けたらしいんですよね。死傷者はねいなかったらしいんですけど幸い、その代わり樽がね4万5000樽、燃えちゃいました。で700ミリのボトルに換算するとですね、ジムビーム1本700ミリのねボトルに換算すると1300万本らしいです。容量で言うとね90億リッターぐらい、もうね天文学的数字になってきてますけど、でそのねウイスキーが川に流れ出して、今度はね魚が死んでいってるんですよね。でケンタッキー州のねケンタッキー川に、ウイスキーが流れ出して約37キロにわたって、被害が広がっていってるようです。要はね酸素不足で魚が亡くなっているようなので、一応ですね川の中に通気装置を設置するなど対策を取っているらしいんですけど、結構ね深刻な事態になっています。でジムビーム自体の、出荷にはあんまり影響ないらしいんですよね。若いウイスキーが、燃えたみたいなので、そんなに今のところ出荷にこう影響がするものはないらしいんですけど、やっぱりねそのうち何かしらの影響は出てくるんじゃないかなと思います。まあ、基本的にあの一箇所にたくさんの樽が、置いてあるんじゃなくて、ケンタッキー州各地に、所有する倉庫があって、そこの全部の倉庫の樽を合わせると330万樽あるらしいんで、そのうちの4万5000樽なので、まあ基本的にはそんなに影響ないのかもしれないですね。まあいくらこう出荷に影響がなくても、まあとりあえず大変な事態になっています。それでですね、ちょっとこの一つ前の動画までアメリカンウイスキーのねアンケートの結果をやってたんですが、やっぱりね堂々の1位はこのジムビーム系のウイスキーがオールドグランダットの114っていうのが、1位になったんですけど、上位はねやっぱり結構このビームサントリー社が扱っている商品が占めていました。で今はですねこのサントリーが買収して今完全子会社になっています、ビーム社っていうのはね。でこの買収はですね、サントリーが2014年に、1兆6500億円でビーム社を買収しています。それで、名前がビームサントリーという名前になりました。で今ビームサントリーっていうのはですね結構いろんなウイスキーを扱っていて、あこれもなんだっていうのがね結構あると思うんですよね。でバーボン、アメリカンウイスキーで言ったら、まあ、ジムビーム、メーカーズマーク、まあ、ビーム系、今ビーム系で扱っているオールドグランダットとかオールドクロー、あとベーカーズ、まあ、クラフトウイスキー系ですね、ベーカーズ、ベイゼルヘイデン、ブッカーズ、ノブクリークとね、ビームサントリーが扱っています。あとはブレンドのアメリカンウイスキーも、扱っていたりとか、ケスラーウイスキーとかビームス8スターとか、あとはですねスコッチもビームサントリーは扱っています。今はですねビームサントリーはラフロイグ、ボウモア、アードモアも扱っていて、ブレンデッドはですねティーチャーズとかを扱っています。あとアイリッシュウイスキーもターコネルとかカネマラとか、シングルグレーアイリッシュウイスキーはグリーンノアとかね、あとはキルベガンですね、ブレンデッド、はい、あとカナディアンウイスキーはですね、カナディアンクラブとかアルバータ、アルバータプレミアムですね、タングルリッチとかウィンザーカナディアンとかね扱っています。あとスパニッシュウイスキーっていうのも扱っていて DYC ウイスキーってやつですね。僕はですねスパニッシュウイスキーは全くこう飲んだことないんですけど、どうなんですかね、ちょっと興味はあります。まあ、あとはテキーラ、コニャック、ウォッカ、ラム、まあいろいろ扱ってます。ブランデーもそうですし、でこの肝心なねジムビームなんですけど、うちではね結構ハイボールですね、ビームハイボール、ハイボールで出ることがほぼです。ジムビームをねロックとかストレートで飲む人はうちの店にはほぼいないかなと思います。あの日本でね CM 打ってるのもハイボールを押してますよね。やっぱりね CM 効果なのかビームハイボールがよく出ますね。
まあレモンとか入れて、サントリー側からもですね、ハイボール用のグラス、ジムビームのとかがもらったりしてるので、まあハイボール推しなんでしょうね。で割とこうね、 CM とか見てもキャッチーなねイメージで、新しめの、若い人にとっては新しめの感じがすると思うんですが、実はですね220年前から作られてるんですよね。はい、もうバーボンとしてはかなり古いウイスキーになります。そしてですね、アメリカンウイスキーの、世界ナンバーワンの売り上げでもあるのがこのジムビームなんですね。で結構ね、値段も手頃な感じで1000円ちょっとぐらいなので、でまあいろんなシリーズ出ててね、そんなね、どのシリーズもジムビーム自体の名前がついてるものはそんな高くないので、もしハイボールで普段飲んでる方とかはいろんなジムビーム試してみるのも面白いと思います。うちの店でもね結構そうなんですけど、普段ねハイボールって頼んだらもう自動的に角ハイボールが、出てきたりとか、角ハイボールばっかり飲んでる方とか結構多いと思うんですけど、たまにね、こういう、バーボンのハイボールだったりとか、あとはですねブレンデッドスコッチの、炭酸で割ったものとかをね、飲んでみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ値段もねそんなに変わんないと思いますので、角ハイボールとね、まあそこそこいろいろありますから何とも言えないんですけど、まあ同じ価格帯のものを選べばハイボールにしても値段が飲食店でどんでも変わらないと思うので、ちょっとバーとか行った時にね、おすすめの、同じ価格帯のおすすめのハイボールありますかとか聞いてみると、新しいね好みのねハイボールが見つかるかもしれませんので、ぜひねちょっといろいろ試してみてもらいたいなと思います。それでは今日はこの辺で終わります。クロスロードラボでした。